環境が違うから好き嫌いは否めない。夏がダメだったりセロリが好きだったりするのね。ましてや男と女だからすれ違いはしょうがない。妥協をしてみたり多くを求めたりなっちゃうね。何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろう。やるせない時とか心もとない夜できるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ、ね、少しだけなんだか抱いてもつまりは単純に君のこと好きなのさ。その割り古風なとこあったりするのね。せっかく負けてまで気持ち抑えてまで付き合うことないけど、一人じゃ持ちきれない素敵な時間にできるだけ一緒にいたいのさ。やれるだけ頑張ってみてよ、少しだけなんだか抱いてもつまりは単純に君のこと好きなのさ。